え、もう回ってるの？あ、やばい。おーす、黒人侍です。質問答えます。最近、よく聞かれるのはケトジェニックダイエットとローファットダイエット、どっちがベストですか？そうですね、あの今回の俺の答えはパトフィット、トレーナーオーナーで多くの日本人のダイエットの成功者の経験という話になります。で、あくまでも今回の答えは一般ピーポーに与える答えで、一般ピーポーっていうのはフィットネス大会向けのダイエットじゃない場合、一般ピーポーは10キロぐらいのダイエットだったらローファット、ローカーボダイエットにしてほしい、あ、にしてください。20キロ、25、30キロぐらいのダイエットの方は途中までケトジェニックダイエットにしてからローファット、ローカーボに乗り換えた方がいいと思います。その理由を説明します。日本人はやっぱり米と麺で育ってきたんで、この糖質の感覚を抜けちゃうと痩せてもリバウンドしやすいんだよね。一般の人は一生麺を、一生米を食べれない人生はないでしょ。だからちゃんと維持したい方は10キロぐらいだったらその感覚を抜かさずにちょっと糖質即日脂質も制限して痩せてきた方が維持できやすい。30キロアポキキのでっかい数字なんで、この30キロのダイエットを狙ってる方はまあ20キロまでケトジェニック早いんで、20キロまでケトジェニックにしてからローファットローカーブに乗り換えた方が、痩せた後肘が維持しやすいじゃないのかなとは思います。